第6章。大変だぜ大将。なんだ、洗濯か。雨屋の洗太郎は相変わらず綾手のように飛んできました。その日の風向き荒具合で池田大輔は親分になったり大将になったりします。源太親分は古金会の伊十郎を縛っていったぜ。冗談じゃねえ、あの親父に三人も殺せるわけはねえじゃねえか。俺を叱ってもしようがあるまい。だからよ、なんとかしてやってくんなよ。かわいそうにお糸さんはしくしく泣いてるぞ。しょうがないな。池田大輔も持て余しました。一夜に三人まで殺した凶悪極まるくせ者は毛ほども証拠を残しませんが、後に残された三つの死体が雄弁に、そして強硬に町方役人の無能を鳴らし続けているのです。源太が焦り気味に少しでも疑わしい陰影のある伊十郎を縛ったのも、おかっぴきの常識から言えば無理のないことかもわかりませんが、しかし池田大輔は違います。江戸中の町人がどんなに湧き返って大岡越前の神から、それはめったにないことですが、大ような小言を喰らおうとも十分自信のない限り人を縛る気にはなれません。だがそこには三つの死骸はあります。一体下手人はどうしたのだ。散々考えた末、大輔は立花健之助や石山羽前の旧藩肥前大村27,900石大村伊勢の神の屋敷へ行って、二人の昔の素行から浪人した理由、その後のことなど徹底的に調べるほかはあるまいと気がついたのでした。久保町の大村家神屋敷を訪ねた池田大輔は、大岡越前の神の添え書きが物を言って用人首席の熊野一郎左衛門に会うことができました。池田大輔と申します。はなはだご迷惑ながら、元後藤家の家来立花健之助殿と石山羽前殿のことを受けたまわりたいが、と申し入れる。それはそれはご苦労に存じます。両人とも不所存のことがあって、先年長野おいとまに相なったもの、今なお当家の名前を申し伏すようでは誠に迷惑千万なことで。丁寧ではあるが、もってのほかの不機嫌な挨拶です。当時の大名屋敷は全くの違い封建で、幕府の異例もそこまでは行われず、たまたま公沙汰になることはあっても、それは大目付直接の管轄で、町方役人などは口を入れる権利も義務もなかったのです。二人の身持ちはいかがで。もってのほかの踏み持ちでござったよ。立花健之助などは幾人も妾を蓄え、金銭を湯水のごとくばらまくといったありさまで。石山羽前殿は、あれはそこの知れない人物でござるよ。本人はここを引き払う日までも無実を言い立てたと申すが、その罪と申すは。申しにくいが、心得のため貴殿のお耳にまで入れおきましょう。大阪の猿町人と通じて御金勢の大戦を作り、大掛かりな抜け荷を企みおったそうでな。熊野一郎左衛門はこれだけのことを言うのが精一杯の様子でした。石山羽前殿食禄は50石と覚えております。石山氏ご帰参の噂があったように聞きましたが、それも千石とやらの大禄で。石山羽前が千石の大禄で九州に呼び戻されるというのは、当時本庁の一角に有名な話題だったのです。とんでもないこと。あれはとんだ食わせ者じゃ。万一石山が帰参するとなったら、屋敷中の騒ぎとなろう。熊野一郎左衛門は大きく手を振ってみせます。大村伊勢の神神屋敷で聞き出したのはたったこれだけ。立花健之助と石山羽前が抜けに密輸入に関係したらしいことだけは分かりました。その抜けには何であったか、詳しいことは少しも分かりません。分けても石山羽前については大村邸でも
善悪明らかに言い切れない様子で、本所割下水の評判の滅法いいのと考え合わせて、これは簡単に悪玉と決めることもできなかったのです。それにしても立花健之助が関係した大阪の商人というのは誰でしょう。は、油屋の隠居だ。池田大輔はようやく思い当たりました。油屋の貨幣は元大阪で海鮮問屋をしたことがあり、よからぬことがあって所払いになった上、養子の巳之助に言わせると妙に船のことや外国のことに詳しいばかりでなく、運寸カルタを一枚持っていたのもただごとではありません。そんなことを考えながら戻ってくる大輔を迎えて、連れてきたよ。ぬっと横丁から汚い顔を出したのは雨屋の仙太郎です。何を連れてきたんだ。お糸さんだよ。はいそうに泣いてばっかりいるんだ。会って慰めてくんな。気休めを言ってもしようがあるまい。それほどお前も力こぶを入れるなら一働きしてみる気はないか。何でもやるよ。そんな難しいことではない。いつぞやあの娘がおすきや橋へ来た時、後をつけてきた鍋いかけとお前を巻いた小僧があったはずだ。うん、安畜城には一杯食わされたぜ。雨屋の仙太郎もあの時のしくじりは骨身に答えて口を叱った様子です。お前の仲間を借り集めてあの時の鍋いかけと小僧を探すんだ。うん、できるか仙太。できなくってさ。人相書きを江戸中に回しゃ3日経たねえうちにしょっぴいてくるぜ。それはありがたいな。鍋いかけも江戸中では5人や10人ではあるまい。あ、16、7の小僧を連れて歩く下手ないかけを探したら思いのほか早くわかるかもしれない。下手ないかけ。新米の下手ないかけだよ。筋のいい立派な職人は少しぐらいの手間をもらったところで悪者の手先になって人の後などをつけて歩くものか。なるほどね。それじゃあお糸さんを頼むぜ。雨箱を鳴らして飛んでゆく仙太郎。大輔はその後ろ姿をしばらく眺めておりました。ふとしたことから家来でも助手でも、もちろん下っ引きでも長者でもない雨屋の仙太郎が若い池田大輔の人柄を慕ってこう忠実に働いてくれますが、これが正直者で親孝行で思いのほかの純情かと誰が知るものでしょう。一人で泣いているお糸を連れてくる一方には、江戸中に散らばっている仲間の雨屋を動員して用事の先で重箱の隅をほじくるように、江戸町方役人の手も及ばぬところへ最も有効な探索の触手を伸ばしてくれるのです。そんなことを考えながら仙太郎の後ろ姿を頼もしく見送って、おすきや橋口お役所の長屋へ帰ってくると、お帰り遊ばせ、お糸さんが見えておりますが。いそいそと出迎えてくれるのは大輔にとってはもう一人の大事な助手、かつては天女という芸名で両国の人気をさらったお美濃の忠実な乙女の美しさを包みきれぬ姿だったのです。お糸はお美濃に慰められてわずかに落ち着いておりましたが、大輔の顔を見ると思い出したようにまたしくしくと泣き出します。お人さんはたった一人で寂しがっております。お父さんが帰ってくるまでここに泊めておいてもよろしゅうございましょうか。鳥なし顔のお美濃の陰に小さい肩を震わせながら、洗いざらしの合わせの袖に顔をうずめるお糸を見るのは、池田大輔にしては自分が最初から関係した事件だけに町方役人一同に代わってこの乙女の無言の抗議を受けているような苦しさです。それがよかろう。せいぜいご馳走でもすることだ。ところでお糸に聞きたいが、お前の父親は昔大阪にいる頃、立花健之助という人や石山羽前という人に付き合いはなかったのか。池田大輔はセンチメンタルな空気に溺れてばかりはいられません。散々泣き尽くしていくらか気持ちの和められた檻を狙ってこう大事の問いを投げかけました。いいえ。
お糸ははっきり頭を振ります。油屋の隠居だけは知っていたんだな。油屋の隠居から金を借りて、そのために難題を持ちかけられていたことはみんな知っているのか。トトさんが愚痴をこぼすんで、町方の方で知らないものはありません。それがどんなに若い娘にとって疎ましいことであったか。お糸はやるせなく悩ましく顔を隠します。仙太郎や源太がうるさく聞いたことだろうが、お前はこんなカルタを見たことはないか。池田大輔は手のひらの中の雲寸カルタ、そのエキゾティックな絵柄を見入りながら、いいえ。お糸の首は横に動きます。大輔が聞くことはこれでつきました。どんな小さい感動でもすぐ全身的に表現せずには済まぬ十九の下町娘に、嘘も駆け引きもあろうとは思われません。まだ昼前だろうな。大輔はいきなり縁側から這い上がる日足を眺めました。先ほど豆腐屋が通りましたが、九つ少し前でございましょう。では出かけてくる。あれ、お食事は。それどころではない。ふと気のついたことがあるのだ。人一人の命、いや二人三人の命も関わることだ。ともかくも出かけようよ。昼の食事の用意を無駄にして池田大輔は外に出ました。そこから本所割下水まで決して近い道ではありませんが、腹心の御用聞き源太が古金会の移住郎を縛るようでは、この上人任せにはしていられなかったのです。